なんか話し会で結構何人かの人に今日疲れてないって言われたんですけど、寝たら治りました。元気です。やっぱりコンサート明けでちょっと疲れがあったのかもしれない。確かに体調もそんなに良くなくて、でも本当になんか何人かに言われたから、別にあの塩対応とかそういうわけじゃないんですよ。普通にただ自分のテンションが上がってなかったのかな、今考えたら。まあ確かにちょっとね、最近もうずっとね、休日がなくて、ありがたいことにコンサートとか、まあ、イベントとかいろいろあってバタバタしてたので、よかったです。今日は、でも今日はレッスンがちょっと早く終わって、でお家でお昼寝というか、まあ夕方にちょっと寝てご飯食べて、ママの美味しいご飯を食べて、ご飯もおかわりして、めっちゃ元気なので、逆に寝すぎてちょっと夜中寝れるかどうか心配なくらいですけど、ちゃんと寝ます。明日もねリハーサルがあるので、ドボンのねコンサートのリハーサルしてるんだけど、ドボンのコンサートね、私楽しみな曲ある。でもねずっとなんか何曲か楽しみなやつがあって、頭の中でねずっとねループしてるの、その曲が。だから歌わないように気をつけないと。歌っちゃいそうになる。8の日行けなかったけど、週末のドボンライブ行くから楽しみです。待ってます。楽しみ。髪の毛めっちゃサラサラ今。そう、髪質改善っていうのをして超サラサラになりました。やっぱ美容院ってね行かないとダメだ。髪にも栄養がちゃんとあるんでね、与えないと栄養を。なんか髪質改善いつもの美容院で初めてやったんだけど、めっちゃサラサラになったから、女の子で結構髪の毛傷んでる子はおすすめです。本当にね全然違う。しかもシャンプーしても、私前やった髪質改善シャンプーしたらすぐで元に戻っちゃったの。でもなんか今回やったやつ本当に本当にね全然違うんで、ちょっと値段は高いけどおすすめです。おすすめです。とっても。あ、男の子も全然やってみてください。おっさんでも髪の毛が傷んだなって思ったら、でもやっぱ長い人の方がいいかも。短いともったいない気がする。短い人ってそんなでも傷んでるイメージない。やっぱ長い人はさ、枝毛とかいろいろねあるので。寝違えて首痛い、かわいそう。明日ゆうゆうの写真集発売。あ、明日？やばい、ちょっと買わなきゃ。え、本当にかわいい、買おう。サイリーム赤と黄色で合ってるよ。めっちゃね、なんかやっぱねコンサート大きい会場だとねペンライト見つけやすいね。だから全然
そうペンライト、うちは作るの大変とかいう人はペンライトでも全然見えるの。もちろんうちは作ってくれたら嬉しいんだけど。コンサートだと赤と黄色めっちゃ見えるよ。そうコンサートの後ろの方とかだとやっぱさ、うちわの文字まで見えない時もあって、俺が行ってる銀座の美容室カットとカラーで1万5000円高っ。銀座って高そう、イメージ的に。銀座はね高い。何でも高いイメージ。この前銀座のカフェに入って、そしたらコーヒーとかなんか何飲んだっけな、ココアかコーヒーか飲んで1杯1200円とかして超高かった。びっくりした。えで最初そのなんかデザートみたいなのがあって、デザートだけでいいやと思ったら、あのワンドリンク制ですって言われて、あじゃあデザートは700円とかだったのからなんかあれドリンクの方が高いなと思って。まあでもすごいおしゃれなカフェだったのでいいです。でもビビらない演技するんでしょ。え高って言っちゃった。いやお店の前、お店の人の前では言ってないけど、高っ。1200円は高くない？マクドの100円コーヒーしか飲みません。いや12杯飲めるからね。でもやっぱそう銀座ってね、家賃とかも高いだろうし、しょうがないのかと思って。でも満席だったから、わあすごいなと思って。びっくりした。席についてメニュー見てそのまま出たことあります。この前さ、なんかひなこと一緒に、この前結構前だけど、なんかピザ食べに行きたいみたいな話になって、でピザ屋さん調べて、ここ美味しそうだから行こうって思って入ったら、なんか席がなくて、ええみたいな、えどこどこどこって言ってたら、あここ立ち飲み屋さんですみたいに言われて、立ち飲み屋さんだった。なんかでもピザも食べれるらしくて、ちょっと変わったピザ屋さんでした。さすがに出ましたね。あすいませんって言って、そこはなんかどんなにさ好きな食べ物でも立ち食いってなるとね、なんかちょっと本当に朝ごはんレベルのささっとな食事だったらいいけど、なんかその時夜ごはん、まあなんか遅めのお昼みたいな、ちょっとカフェみたいな時間だったからゆっくりできないなと思って違うお店にしました。何の食べ放題なら結構いけそう。何の食べ放題？しゃぶしゃぶとか、中学生の時めっちゃちゃぶじゃない。しゃぶしゃぶ食べてた。しゃぶしゃぶの食べ放題があって、でもさ中学生の時に行ってたんだけどさ、結構高いよねしゃぶしゃぶの食べ放題って。
ちゃぶちゃぶって言っちゃった。中学生の夜ご飯にしてはニッチですね。生ハム食べ放題行ったけどそんなに食べられなかった。確かになんかさ、その私もある、生ハム食べ放題。生ハムってさ、大量に食べれるものじゃないよね。たくさん食べたいって思うけど。牡蠣の食べ放題行きたいな。生ハム大量に食べたらお腹壊しそう。胃壊しそう。確かに。こんばんは。こんばんは。スイーツ系の食べ放題行ったことあるよ。ビュッフェみたいな感じで去年も行った。あ、去年じゃないか、一昨年、もっと前か、行ったな。でもあ、そういえば最近って言っても秋くらいにも行ったわ。なんかホテルのバイキングみたいなの行きました。それはねめっちゃ美味しかった。やっぱホテルのって美味しいよね。ホテルの朝食バイキングも好きだし、あとはなんか普通に夜ご飯も行きたいな。最近それ行ったの、でも秋とかだから。ホテルの朝食バイキングも好き。結構朝から食べちゃう。結構ラスベガスのバイキングは行ったことある。ラスベガスのバイキングかっこパフェ。バフェ？何それ、知らない。焼肉キングが好きです。焼肉キング行ったことないかな。なんだっけ、焼肉キングってあの一人焼肉だっけ。私一人焼肉行ったことないな。ハワイでカニの食べ放題食べたけど美味しすぎて止まらなかった。カニの食べ放題すごい。でも私カニあんまり食べれないかも。なんせあんまり焼肉のイメージない。そうだね、焼肉でもたまに食べたくなる。めっちゃたまに。オルガン坂可愛かったよ。一人焼肉は、なんか一人で食べるの寂しいからあんまり行かないけど、今日はマジでこの前家系ラーメンが美味しすぎて一人で行くか迷ったけど、ちょっとレッスンの後で疲れててやめたんだけど、本当に美味しかった。この前オルガン坂で行ったんだけど、家系ラーメンを初めてこの前食べて
感動した。なんか美味しすぎて、こんな美味しい食べ物この世にあるんだって思ったぐらい衝撃を受けました。え、あんなに美味しいんだね、家系ラーメンって。家系って何味だろう、わかんないけど、めっちゃ美味しかった。なんか疲れてたのかな、その時。あ、豚骨醤油だって。豚骨なんだ。そう、オルガン坂でね、写真撮ったんだけど本当にうまく撮れてなかった。悲しい。ラーメン二郎行ってみたいんだよね。今度メンバー誘っていこう。オルガン坂可愛かった、ありがとう。オルガン坂生徒会加入おめでとう。秋葉原で劇場に天下一品、あー、あるよね、近くに天下一品。確かに見たことある。丸の内 OL コーデ推しです。え、それなんかすごい人気だった。オンラインお話し会でも、やっぱりなんか OL っぽいの可愛かったって言ってくれた。みんな結構千葉県の松戸市にあるからメンバーと行ってきな。ラーメン行きたいな。大会山一人カフェコーデ推し。めっちゃ可愛かったよ。先日目黒でめちゃくちゃ美味しいカレーうどん見つけました。気になる気になる。カレーね、結構最近食べるようになった。お店でインドカレーも好きだけど、なんかさ、お皿に乗ってるおしゃれなカレーみたいなあるじゃん、薬膳カレー系とか。まあ普通のカレーも好きだけど、下北沢にめっちゃカレー屋さんあるよね。この前ね、なんかカレーフェアみたいなやつのやつと、下北にはいくつかおすすめある。だって、え、教えて。辛いシュークリーム好きなん？いや、好きじゃないけど我慢して食べた。めっちゃ辛子だった。ちなみに本当に裏見たらやばかったもん、なんか下から漏れてたもん辛子が。初めてカレー屋行った時、野菜が入ってないのにびっくりした。あ、なんかたまにあるよね、トロトロのやつでしょ、なんかもう水っぽいカレーみたいな。水っぽいじゃないけど何も入ってない。スパイスマジックのスープカレーが辛い。わさびとからしはどっちが大丈夫？でもわさびはやばくない？わさびであの量だったら私多分ちょっと放送事故だった気がする。からしの方が大丈夫な気がする。
さび絶対やばいじゃん。野菜が溶け込んでる。うん。なんかおすすめのカレー屋さんあったら教えてください。私が行きます。行きます。遊びに行きます。おすすめあったらなんかまあここでもいいし、インスタの DM で教えてください。コンピラ茶屋カレーうどんで検索できる。ゴーゴーカレーね。ムーミンエリックサウス。神保町のボンディ美味しい。神保町ね。なんかさ、神保町と神谷町の違いが分かんなすぎてさ、なんか前ど神谷町神保町で友達とご飯の約束してる時にさ、なんか神谷町行こうとしてて、でなんか友達にこの電車で行くねって送ったら、神保町だよって言われて、マジで危なかった思い出が蘇りました今。苦手。あとね、めっちゃ似てるとこあるよね。なんだっけな、なんかあるよね似てる街他に。忘れちゃった今。あ、府中と調布、なんか同じもんだと思ってた今まで。府中と調布、そう、そう知らないからこそ似てる気がしない。だってそう、八王子はねドボンのコンサートで行きます。なんかあんま人生で行ったことないな。習志野と市原くらい違うだいぶ違うねそれは。似てない、これ漢字にするとさ、二子玉川とさ八王子超似てるじゃん。二子玉川と八王子は似てます、はっきり言います、似てます。でもね、千葉も結構難しい地名、我孫子とか難しくない？東京では足立区と八王子は下に見られてます。そうなの？なんで？足立区がどこかとか全然わかんないけど。武蔵小金井と武蔵京？武蔵境？アビコ難しいよね。木に下読めるだって。ってこと、読めるって聞くってことは木下ではないってことでしょ。ってことは木下ではないということは、ちょっと待ってね。
今ちょっと見ないようにしてるコメント。昨日した。もげとか、もげ、もげ、正解は何ですか。正解は木下ろし。木下ろし、わかるか。止水もシュシュイって読んじゃう。あー確かに止水、止水って読めないよね。止水はねアウトレットがあるんですよ皆さん。千葉県なんですけど止水はアウトレットがあります。私も何回かママと行ったことあるよ、止水のアウトレット。車崎神社です。車におるわ。成田空港に行くとき、あー確かに通るのかな、通るかも。千葉に住んでるって勝ち組だよね。うん、私本当に千葉好き。なんか生まれ変わってもまた千葉に住みたいと思う。本当にいいとこですよ、おすすめマジで。なんか例えば上京してきたいとかいう人は千葉おすすめだと思います。とっても住みやすいし、東京も近いから、あ、まあ、近くに住めばね。めちゃくちゃ下の方に住んじゃったらちょっと遠いけど、あの東京まで行きやすい電車とかもあるし、昨日もありがとう。こちらこそありがとう。楽しかったよ。京都とか奈良の町の名前は、ああ難しそうだね。松戸チーム B のライブで、ああ、シスイのアウトレットでコーチのカバン買ったことある。アウトレットはね、止水にもあるし、木更津はめっちゃ大きいのある。この前友達と行きました。千葉は親戚がいっぱいいる。そうよく言われる。なんか千葉、あ、おばあちゃん住んでるとか。ゴルフ場多い、確かに。最近木更津から東京に勤務する人多いみたい。でもさ、木更津の車で行くんだったらさ、めっちゃ多分30分ぐらいで東京行けるよね。アクアラインだっけを通れば。あ、そうだ、幕張にもあるよね、アウトレット。確かに海浜幕張。東京湾フェリーに乗りたくなる。東京湾フェリーなんてあるの？乗ったことない。そんなのあるんだ。
海浜幕張と幕張本郷、なんか似てる駅いっぱいあるよね。似てる駅いっぱいあるけどさ、なんかさ、東京駅とさ大手町みたいな感じでさ、めっちゃ歩ける距離にさある電車もあるよね。そういえばね、全然話変わるけど、さっきね情熱大陸見てた。情熱大陸感動した。そう、錦鯉さんとあとは矢沢永吉さんのかっこいい、よかった。矢沢さん、72歳、湯沢さん。いや、情熱大陸、あ、和田アキ子さん、そうなんだ。和田アキ子さん、錦鯉さん、矢沢永吉さん、なんかさ普通にさ一般の人もたまに出るじゃん、職人さんとか。今回結構芸能人多め。いや素敵ですね、なんか素敵だなって思った、見てて。あとね、私あれも好き、ザ・ノンフィクションもう結構見てます。そういうフィクション、なんかノンフィクション系の、フィクションじゃなかった、ノンフィクション系の番組好き。サンサーラって何？フジテレビの一応昼、そう、一応予定ないときあれ見ちゃう。見始めると結構面白いよね。テーマ曲サンサーラって言うんだ。へえ。ドキュメンタリー好き、感動するドキュメンタリーでよく泣いてます。最近感動に弱いから。あれね、あの歌ね、わかった。桐谷さんと一緒の曲だよね、桐谷さんの登場シーンみたいな。桐谷さん大好き。最近も見た、桐谷さん。初めてのお使い。見てないな、初めてのお使いは。初
初めてのつかみちょっとね泣けるよね。わかる。七瀬の登場曲選ぶのは何？なんだろう。なんだろうな。登場曲。ちょっとエモい曲がいいな。奇跡とかがいいな、グリーンの。なんだろうね。エモい感じの、自分が学生の時に流行った歌がいい。最近ビフ姉さん出てるよ。お正月の特番、その2時間スペシャルだったかなに出てたビフ姉さん。話し会参加したいけど何話したらいいか分かんなくて悩んでる。何でも話そう。じゃあ昨日食べたご飯教えて。昨日食べたご飯、今日食べたご飯とか。昨日は私は、トリキューの、私の大好きなお弁当食べた。トリキューっていうお弁当さんのお弁当なんだけど、めっちゃ美味しいの。トリキューさん、昨日話し会だよね。オーベルジーヌも好き。オーベルジーヌとトリキューと、あと何が好きかな。あとはね、塚田農場も好き。ですね。あとはミート湯沢ですね。ミート湯沢本当に美味しい。ミート湯沢の時のメンバーの反応やばい。ミート湯沢うえーってなる。あとたまにね、劇場公演の時に天屋っていう天丼屋さんのお弁当買ってきてくれるんだけど、めっちゃ美味しいの。それもそう、なんかね、あんまり天丼普段食べないんだけど、やっぱ劇場公演で2回公演の時とか、結構疲れて体力と消費するじゃん。食べると超美味しいの。でもお店で食べたことないな、店員さん。絶対お店で食べた方が美味しいね。マット今半弁当外れなし。確かに今半も好き。今半はね、もう有名だよね。超有名。どうなんだろう。叙々苑弁当、叙々苑弁当もたまに食べるけど、私的にはオーベルジーヌの方が好き。じゃあ自分の中で
好きなお弁当ランキングをつけたいと思います。1位はね、選べないわ、やっぱごめん、選べなかった。あ、あれも好き、マイセン、マイセンも好き。ちょっと待って、選べない、ごめん。あ、崎陽軒も好きごめん、ちょっと選べないわ。好きなお弁当いっぱいある。今食べたいのはね、今めっちゃ食べたいのはね、なんだろう、え、トリキューもう一回食べたい。まあね、でも全部美味しい。私お弁当本当に嫌いな、お弁当ない。あ、でも嫌いではないんだけど、この前なんかもうすごいおしゃれなお弁当が出て、なんかサラダもオーガニックみたいな感じで、ご飯もちょっとなんかすごい体に良さそうなお弁当だったの。あ、体に良さそうと思って食べたら、なんか物足りなかった。だから自分はやっぱなんかその子供が好きなようなちゃんと味がついて、あのがっつりしたご飯が好きなんだなって改めて気づきましたなんかすごいね、おしゃれだった。それこそ代官山とか、代官山とかでね出てきそうなご飯だった。今なんか食べてないよ、食べてません。今は今日は夜ご飯めっちゃ食べた。でも後でまたなんかコンビニに行きたいなって思った。うちにお菓子あるんだけどさ、いっぱいなんか甘いお菓子が多くて、ポテチ食べたいって思ったら食べちゃったって言われたから、後で買いに行こうかな、わざわざ夜食のお菓子。HKT さんは昔弁当が茶色メインだと訴えてた。え、めっちゃいいじゃん、茶色メイン、茶色、お菓子食べたいな。私はじゃがりこがめっちゃ好き。じゃがりこと、あとトムヤムクンヌードルが好きです。トムヤムクンヌードル今日も食べたし、2日に1回は本当に食べてる。お昼ご飯に食べる時もあるし、あの夜ご飯食べてから時間経ってお腹空いたってなったらトムヤムクンヌードル食べる。さっきはね、あれ食べた、裂けるチーズ。どこで売ってる？え、コンビニで売ってるよ。コンビニにね、普通にあのカップラーメンのコーナーがあるんだけど、そこに置いてある紫の細長いカップラーメンです。あ、トリュフ味のじゃがりこ食べてない、まだ。え、美味しいの？なんか最近しーちゃんに教えてもらったさ、トリュフ味のトリュフ味のね、なんだっけ、あのポテトチップスがあるんだけど、それは超美味しかった。え、美味しいんだ、食べたい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 。
トミヤムくんはね、どんな味だ、どんな味、難しい、ちょっとね酸っぱいのかな、なんか辛くて酸っぱ辛い感じで、で、エビが入ってる、パクチーとか、今ツバの実込む音が聞こえた気が、そんな大きい音してないです。そう、酸っぱ辛い感じかな。あ、パクチー苦手な人は無理かも。パクチー得意だから私大好き。パクチーは家でも育てるぐらい好き。カップ麺だと中本、あー中本美味しい。中本食べたい、蒙古タンメン。なんかさ、今日ね、チゲ鍋みたいな、チゲ、違う、なんだっけ、豆腐、忘れちゃったんだけど、あ、スンドゥブだ、スンドゥブ。スンドゥブが出てきて、夜ご飯に。で、辛さが、かよく見たら、唐辛子10本書いてあったって、めっちゃ辛い。10辛のやつで、いや、辛そうだねって言って。でママが作ってくれて食べたらマジで私の中で辛さ3だった。だからさ、え、そう、ママも全然あんま辛くないって言ったからさ、うちの家系が辛いの強いのかわかんないけどさ、10辛って書いてあったのに本当にもうなんかピリ辛って感じだった。私的にそんなに。カップ麺は常に10種類以上取り揃えております。うちんちにもめっちゃあった、なんかめっちゃあった。痛覚ないんですか。いや、どうなんですかね。なんせのもっぱん見たい、今度もっぱんする。本当に辛いのはペヤング、ペヤングはもうネタだもん、なんかもう。辛いの食べ過ぎて、確かに。でもね、ちっちゃい時から多分親がね、そういう辛いの好きだから辛いの食べて、絶対辛いの強くなった気がする。それはあると思う。極激からいける、いや、それはね、ちょっと。辛いの食べると汗が止まらなくなっちゃう。わかる。超辛いの食べたらね。色白、え、なんかさ、最近色白くなったねって言われる。やっぱ冬になると白くなるのかな。白くなった？まだ。
辛いものを無理して食べるより美味しいものを普通に食べる派です。いやみんなそうじゃない、自分のレベルに合った辛さが好きですね。美味しい辛さって人それね、そうだね、確かに。そろそろ終わりにしようと思ったけど、メールも打たなきゃ。昨日メール送れなかったんだよね。最近ココイチの一からに耐えられなくなり山口にし、え？ココイチの一からってどんくらい？ココイチ食べたことないよ、なんか自分で選んだことないな辛さ。七瀬のほっぺにあるほくろ三つがとても可愛い、しきりに視線が行きます。これですね。ナイスちゃん韓国ドラマに出たら日本人にモテる。韓国ドラマに出たら日本人にモテる？後悔するのに辛いのは食べちゃうし怖いのは見ちゃう。いやなんかわかる。わかるか。怖いもの見たさで見ちゃうね。ラムちゃんの衣装劇場に送ってく、ありがとう。そうだ、イダイヤと配信いつになっちゃうかな。でもちょっとまだバタバタしてるので、コンサートが終わってゆっくりしてから。なんかファッションショーもやりたいんですけど、あのねちょっと今本当に忙しい、ちょっと覚えてることがいっぱいあって、終わってからゆっくりやりたいと思うので皆さん待っててください。そう、この前のオルガン坂でもね、結構ファンの方にもらった洋服もね着た、何個かだけど。お買い物行きたいな、全然行ってない最近。最近ネットでしか買い物しなくなっちゃった。わかる。でもそうだよね。じゃあそろそろランキングを読みたいと思います。13位はごっちゃんアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。12位は七瀬一生推し七瀬ちゃん、七瀬のてつちゃんです、お願いいたします。アットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。11位はさ S 佐藤アットマークサトール岡田さん、ありがとうございます。10位はゆうさん、ありがとうございます。9位はイッサアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。
8位は KITT さんありがとうございます。7位はトワちゃんアットマーク7レンジャーさんありがとうございます。8位はホリちゃん七瀬の足ペンかっこ小声顔ペンさんありがとうございます。5位はビドーさんありがとうございます。4位はケナアットマーク7レンジャーさんありがとうございます。3位はクニアットマーク7瀬のほっぺが好き7レンジャーさんありがとうございます。2位はパンダアットマーク7レンジャーさんありがとうございます。1位は鍋公式今日もありがとうアットマーク7レンジャーさんありがとうございます。ありがとうございました。それでは今からメールをちょっと書いていきたいと思います。バイバーイ。